うまっ。ねえ、何食ってんの？なんで？食べちゃダメなのこれ。何食べてるか見せてあげる。え？みんなも大好きピザポテト。それやばいよ。なんで？なんかやべえの入ってんのこんなが。とりあえず挨拶しよう。そうだね、まず挨拶から始まんないと。せーの、タダです、ガンガーイ。あ、もう早々にカッチやらかした。俺もう早速やらかしてんの、うん、え、誰が見ても俺は今やらかしてる。うん、結構心配になってくるわ。ニュース見てないの？ニュース見たよ。最近のニュースは？だって最近のニュースって言えば大谷が賭博したっていうニュースじゃないの？大谷は賭博してない、それじゃないよ。あ、三平か。三平って何？小林製薬だよ。小林製薬のあれ知ってるよ。あのヤバい成分が含まれてるって謎のいじめを受けてる会社でしょ。そうそう、あれはいじめなんだよね、完全に。小林製薬は悪くないじゃん。完全に悪くない。あれはかわいそうすぎる、さすがに。で、そこで話題になっている成分は赤い紅麹。そう、よくわかってんじゃん。今あなたが食べてるそれ、ピザポテト、いろんな紅麹が回収されてる中、ファミマとかもね、使ってました、回収です、何々もね、商品使ってました、全部売りません、販売中止なってる中、唯一ピザポテト売ってます。素晴らしい。紅麹使ってます。継続。これね、本当かどうか、今もう勝ち食ってたんだけど、どこに書いてあるの？着色料の部分、しっかり記載がありますね。すごいね、これ見つけたんだ、うん、最先端の女だよこれ。しかもね、ピザポテト、これカルビーさんから出してます。カルビーさんからご報告がありました。これはさすがにやばいね、もうさすがにこれだよ。これ違います。紅麹に害がないことを証明しました。早めに言ってくれ。早めに言ってくれたらファミマも撤収しないで済んだ。もったいなすぎる。うまそうだったもんね、ビビンバチャーハンみたいなね。でもピザポテトのカルビーさん、ちょっと怖いよね。紅麹には問題ありません。そうそう、だからね、ピザポテト紅麹使ってますけど死なないよって。じゃあ小林製薬の何がダメだったのって話ね。本当だよ、ちょっとかわいそすぎる多分、うん、まああんま言いすぎると俺らもね、うん、叩かれるのもうね、ゴリゴリだからね、うん、もう言わないけど、うん、今日は小林製薬を救いたくて来ました。俺は救ってやろう、うん、まあそのために救うってなったらね、実際にねこれを食べてモリモリ動画を配信すれば OK。 うん、まあ実際ね、この情報を聞いてサプリって危ないんだなっつって、サプリ飲まないやつの方が危ない。うん、確かに。私アナバイトめっちゃ飲んでたし。同じく完全にビタミン系飲んでたよね、うん、だから結局サプリメントは自分がなんで飲んでるか、うん、どういう効果があるのか、うん、自分に必要であるものかってのを理解してしっかり飲んでください。大抵の人はこれめっちゃいい、あ、最高みたいな。よく一般人で言うのがヤクルト1000、なんで飲んでるんですか、理由を教えてくださいって感じ。だってもう甘くて美味しいじゃない。違う、あれはなんかいろいろ栄養があるっつって一時期さ売れてさ買えなくなったじゃん。お前じゃあヤクルト1000に何の効果があるのって聞かれたら9割答えらんないと思う。答えらんないね、完全に。あとよくあるのが睡眠を助けるとかさ、乳酸菌、一番あんのはビタミン C とか。あと日本で売ってるサプリってさ、日本ってさ基準がすごい厳しいのよ。だから栄養成分が入ってますよって言ってもちょっと効くか効かないか。だから結局ね、気持ちの問題。うん、だから紅麹も気持ちの問題ね。やめろマジで。何？やめろ。なんでこれも気持ちの問題。あ、紅麹はね、うん、うん、とりあえずさ小林製薬頑張ってほしいね。うん、なんかいろいろ社長も泣いちゃったりしてたからさ。あれかわいそすぎるよ、株主のクソジジイども、あ、やめよう、そう、本当にね、こっからね、頑張って、そんな悪いことはしないはず。大丈夫、こっから、ね、気持ち、大事。うん。俺ら、いっぱい買うから。所詮サプリだから、薬じゃないから。そう。まあ日本にね、どれだけ小林製薬がね、大事っていうのかを、これからも証明していきたいと
思います。ということで次の新作期待してるぞって思った方はチャンネル登録、ピザポテトメガマックスの方が好きだねって思った人はグッドボタンお願いします。ということで今日はありがとうございました。せーの、ゴンズイ。チーズの量だけ上げてくれ。